30秒でわかる鮭とサーモンの違い。その1、サーモンは養殖されたもので、鮭は天然物。鮭は天然物で寄生虫のアニサキスがいる可能性が高いので、火を通して食べる必要があるのだ。サーモンは養殖、つまり管理された環境で育てており、寄生虫の心配はないからお寿司などの生食に向いているのだ。その2、サーモンは一部本物の鮭じゃないものも含まれている。サーモンにはトラウトサーモンという種類も含まれているんだけど、トラウトサーモンはサーモンじゃなくて実はニジマスのことを指しているのだ。